清原和博、通算、OPS909。あれ？意外にしょぼない？巨人ラストシーズンでも753あってくさ。あんだけ実動長いのに900超えてるの早倍でしょ。むしろ意外と高い。巨人晩年と折り時代で落としまくって、7代後半ぐらいのイメージやったわ。1超えたのが西武時代の2回で、これって安定感すごいな。晩年含めたら、普通はめちゃめちゃ落ちるのに、9あるのは優秀やろ。500本塁打打ってるのに、育成失敗と言われる、化け物まともに育ってたらどんだけ、成績伸ばしたのか。新人で3割4厘、31本、78打点、高卒初年度でこれだからな。結局は土井が悪い。むしろ清原ってすごかったのね。ってなるのが OPS。現役時代はボロクソ言われてたのに、後から評価されるタイプだよな。あの通算打率で OPS909 はかなりすごい。